クララ・オズワルドはテレビドラマドクター・フーに登場する11代目ドクターと12代目ドクターのコンパニオンである。1986年11月23日生まれ。ジェナル・イーズ・コールマンがシーズン9まで演じた。シーズン7ダーレク収容所にて初登場し、その後クリスマススペシャルスノーメンで再登場セント・ジョンの鐘よりコンパニオンとなった。 オズウィン11代前ドクターが初めて出会ったクララは、宇宙船アラスカ号の娯楽担当係としてのクララであった。ただしこのエピソードでは、オズウィン・オズワールドと名乗っており、クララという名前は登場していない。疾患を持つ異常なダーレクを収容した惑星に、宇宙船アラスカ号が墜落、それから1年間ダーレクに怯えながら、生活を送っていた。そこへ、ドクターたちが到達し、 オズウィンはドクターたちに救出を依頼、ダーレクの設備やネットワークにハッキングを仕掛けドクターたちを誘導する。しかし他の乗組員はとっくに死亡して骨になっていたこと、ドクターまでも侵入できなかったダーレクのネットワークに侵入できたこと、オズウィンがスフレを焼いていたが牛乳や卵の入手元が不明であることからドクターはオズウィンに不信感を抱き始める。実はすでに オズウィンは改造されて、ダーレックになっており、彼女はそれに気づかず救援を要請していたのだった。すべてを知りドクターを抹殺しようとするが止まり、逃げておりこうさん、覚えていてという言葉を残す。その後、上空に待機している、ダーレック艦隊の砲撃を受け惑星もろとも爆破された。スノーウェンでのクララのコスチューム11代目ドクターが、初めて顔を合わせたクララ。昼は、ガバネス。 夜は、居酒屋の店員として働く女性。グレートインテリジェンスの雪だるまに襲われていたところを、ドクターに救われ、ドクターに興味を持ち接近していく。池で歴史した前人のガバネスが、氷人間となって復活し、それに襲われて、空から転落。その後、ドクターに見取られて、息を引き取った。その際、逃げておりこうさん、覚えていてという言葉を残した。 この言葉をきっかけに、ドクターは、オズウィンとクララを結びつけて、ありえない存在と呼称し、彼女の謎を解こうと動き始める。シーズン7、セント・ジョンの鐘で、初登場となる、ランカシャー出身の女性で、スノーメンに登場したクララ同様家庭教師をしている。インターネットの接続がわからずにいると、店員から、ドクターの電話番号を勧められたアディスに電話をかけ、 ドクターと出会う。同時進行で、グレートインテリジェンスによる襲撃を受けて、インターネット上に魂をアップロードされかけるが、ドクターに助けられ、共に冒険を始める。時間旅行をするうちに教え子に、それが発覚し、仕方なく同行させたこともあった。クララ誕生のきっかけとなった葉っぱ両親の出会いは、交通事故から始まる。後の父親が道を歩いていたところ飛ばされてきた、 葉っぱが顔に当たって、車にはねられかけたところ、後の母親が救出、そこから恋愛に発展し、クララが生まれることとなった。この時両親を引き合わせた葉っぱはクララが大切に保持しており、赤剣の輪では人の物語を捕食する、構成生命体をこの葉っぱの持つ無限の未来を利用して倒している。この葉っぱはドクターの名前でも登場し、 ドクターのタイムラインに入ったクララを救出する一手となった。クララが複数人存在した理由については、ドクターの名前において明らかにされた。ドクターの墓が暴かれて内部に収納されていた、ドクターのタイムラインにグレートインテリジェンスが侵入し、ドクターの人生を荒らし始めたため、クララも突入し、過去のあらゆる瞬間でドクターを助けているのである。 初代ドクターがターディスを盗む際にも出現し、盗むターディスを別のものに変えるよう助言をした。ドクターの日以降では、中学教師に就任。コールヒル中学校で教鞭をとっていた。ドクターが12代目ドクターに再生してからは、最初は戸惑っていながらも、ドクターとまた旅をする決心をする。シーズン8ではクララに焦点が置かれ、コールヒル中学で出会った数学の教師ダニーピンクと、 恋に落ちるが、彼は交通事故で死亡。後に彼はミッシーの企みによってサイバーマンとなるが世界を救うため他のサイバーマンを連れて自爆した。またクララはシーズン8、聞いてみて幼少期のドクターに会っている。ありがとうございます。